こんにちは、こちらの毛染五家なんですが、先日広島県三次市にあります園芸王国パスタイムさんにお邪魔した時に購入した毛染五家なんですけども、植物を購入するとタグってついています。全てではないとは思いますが、ほとんどのものが、学名が書かれています。で、その学名なんですけども、日本の場合だとこうして、カタカナで書かれていることもありますけども、ほとんどのものはアルファベットで書かれていると思います。それを見ていて、これどういう意味なのかなっていうふうな箇所がいくつかあると思います。私も疑問に思ったので少しだけですけども勉強しました。で、今回は、こちらのパスタイムさんで購入した毛染五家、こちらの学名を使って説明させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、では学名についてなんですけども、私も勉強したとは言ってもですね、簡単な感じのもので勉強したので、それなりにでしか説明はできないんですけども、どうかですね、温かい目で見ていただければなというふうに思います。で、学名の基本はですね、属名にプラス種小名、小種名って書かれている場合もありますけども、それで記載されております。これだけで表現できるものもあるんですけども、やはりこう植物の種類って膨大なんで、それだけでは特定できない場合も多くあります。なので、さらに細かくですね、亜種、変種、品種というふうに分けられております。これは種として独立させるほど大きな違いはないけれども、いろんな点で違っているよねっていうことですね。で、その違いの大きさから、こう、亜種、変種、品種の順番になっているようです。で、品種になってくると、基本的な部分はもうほとんど一緒なんですけども、ちょっと形態で、1点2点違うところがあるなっていうことですね。花の色が違うとか、そういった時にこの品種っていうふうに分けられてるみたいです。で、ここで言う品種なんですけども、自然の中でできた少しの違いっていうことで、園芸品種とか栽培品種とかそういうことではありません。で、この亜種と変種についてなんですけども、地域的な違いとかそういったものでこう分けられてはいるんですけども、専門家の方の中にはですね、この亜種っていうのを認めず、全部ひとまとめで変種っていうふうに言われている方もいらっしゃるようですね。で、こちらがですね、今回購入した毛染五家の学名になるんですけども、この学名の書き方については世界共通のルールが存在します。まずラテン語であるということを、最初の属名、種小名は、斜字体、ちょっとこう斜めになった字体ですね。それで書くということ。また、こういった場合は大文字からとか、こういった場合は小文字からとかですね。ちゃんとしたこう、世界共通のルールが存在するんですけども、今回はこの表記で説明させていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。で、最初の D ピリオドとありますけども、これが属名になります。今回購入したのは毛染五家ですから、毛染五家はドロセラ属なので、その頭文字を取って D っていうことなんですけども、そもそも毛染五家がドロセラ属だっていうことを知らなければですね、意味がわかんないんで、それ以前の勉強っていうのはちょっと必要にはなってくるんですけども、で、このピリオドなんですけども、これは略していますよっていう意味があるんですね。なのでこれを Dという記載ではなくて、ドロセラというふうにフルに書けばこのピリオドは書きません。で、続いてビナタであります。これビナタとも言いますけどね、これが亜種名になります。で、ここまでの記載の毛染五家もいまして、和名をさすまた毛染五家、二股毛染五家とも言いますけどもね。で、さらにこう続きがあるんですけども、バーピリオドとありますけども、これもピリオドが打ってあるんで、こちらのですね、略になるんですけども、英語読みすればバラエティなんですけども、ラテン語読みだとどういった発音になるんでしょうね。で、これは変種という意味です。で、さらに続きがあって、ディコトマっていうふうに書いてありますけども、このディコトマの意味はですね、二分されたとか、二つに分かれたとか、そういった意味があります。なので、これを読み解くと、さすまた毛染五家、二股毛染五家の変種で、二つに分かれた、二分されたっていう意味になります。で、ここまでの記載の毛染五家もいます。和名を四つまた毛染五家と言います。で、さらに続きがありますね。
F ピリオドとあります。これもピリオドがついているんで、こちらの略になるんですけども、まあ、これも英語読みすればフォームですけども、ラテン語読みはねちょっとわかんないんですけども、でこれが、品種という意味になります。で続いてエクストレマジャイアントプラントって書かれていますけども、これを調べると、まずエクストレマっていうのは極端なとか極めてとかいう意味があって、まあ次のジャイアントプラントっていうのは、まあ巨大な植物ですよね。なんで、まあこれを読み解くとですね、四つ又盲仙ゴケのめっちゃでかい品種っていうことですね。このようにですね、まあざっくりとですけども、意味がわかると結構楽しいんで、皆さんもですね、ちょっと調べて勉強してみてください。はい、いかがだったでしょうか。まあ、勉強とは言っても本当に上っ面な勉強なんで、説明不足な点、またご指摘ご指導されるようなところがあったかもしれませんけども、ただ私程度の知識でもあれば、こうしてタグに書かれた学名をですね見て楽しむことができるんじゃないのかなっていうふうに思います。例えばですね、こちらのタグなんですけども、サラセニア、ルブラ、SSP、ピリオド、ガルフェンシス、最後にアルバって書かれていますけども、まあ、これもですね、まあ、ちょっとあの動画の中では下にちらっとしか出てませんけども、この SSP っていうのはあの亜種のことなんですね。なんでこれはサラセニア、ルブラの亜種のガルフェンシスっていう種類で、最後にこのアルバってありますけども、これはあのラテン語で白いとかいう意味があって、まあ白い花だったり、まあ白っぽい植物にはこのアルバっていうのよくついているんですけどね。あのちなみにあのプルプレアっていうのは紫色のっていう意味で、まあ、結構紫色をしたような植物にもこのプルプレアっていう名前はですねあのついています。なんで、まあ、こういったこともですね、こう見てパッと見てなんとなくですけどね、こう見て楽しめるんで、あこれはまあサラセニアの、ルブラの亜種でガルフェンシスという種類で、まあ、この場合はこのアルバっていうのは、まあ、アントシアニンを含まないあの赤くならないっていう意味の、アルバだとは思うんですけどね、このように、楽しむことができます。なので、ま、あの最近だとね、ま、スマホ片手にいろいろこう入力して調べながらっていうのもできますんで、皆さんも楽しんでみてください。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからも育て方など初心者の方になるべくこう分かりやすく食虫植物に関するいろいろな動画を出していきたいなって思っていますので、ぜひまたご覧になってください。あとあの過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画がいくつかあると思いますので、そちらの方もご覧になったことのない方はぜひご覧になってみてください。よろしくお願いします。